地、白人に思いを託す娘。ここに記憶のかけらと祝福を与え、問題でもあったのか。掲示板も見ずに2階へ行くなり黙り込んで。まさかアイスの食いすぎで腹でも壊したんじゃあるまいな。そんな子供じゃないんですから。おお、よく言うわい。はて、一体どこの誰じゃったかの。朝からアイスを3個も食べて。その話は内緒ですって。大体それはまだ私が準遊撃士だった頃の話。今は反省して朝のアイスは1個までって決めてるんですから。いやそもそも朝からアイスというのはどうかと思うが、まあいい。で、さっきから一体何をしておるんじゃ。あ、はい。実は今朝遠方に住んでいる祖父から手紙が届いたんですよ。ほう、お前さんの祖父殿といえば。剣術の師範なんです。八王一刀流のユンカーファイといえば、その道では結構有名なんですよ。うん、そうじゃったな。お前さんから聞かされる前から名前だけは知っておったが、確か一時期このリベールにも住んでおられたんじゃったか。あ、はい、よくご存知ですね。ただ私もよく覚えていないんです。なんせ私が生まれる前後のことらしいので。そんなに前の話じゃったか。それで祖父殿は今も元気にしておられるのか。ええ、どうやらピンピンしてるみたいです。最後に会ったのは1年くらい前ですけど、もう70歳のくせして手合わせをすれば私なんか子供扱いでしたし。現役遊撃士を子供扱いとは。どうかしましたか。いやな、アネラス、これは以前から思っておったんじゃが、お前さんはどうして祖父殿のもとへ行かんのじゃ。え、いや、お前さんが志すという剣の道とや、祖父殿のそばでその技を磨くのが一番の近道という気もしたのでな。それは。ああ、いや、余計なお世話じゃったか。すまんな、老人のたわごとだと思って聞き流してやってくれ。
それに全然余計なお世話とかじゃありません。ルグランチーさんの言うことには確かに心当たりがあるんです。ただちょっと説明が難しいなと思って。私はこれからももっともっとケンのことを知りたい。そのためには確かにおじいちゃんの元で修行を積むのが近道だとは思うんです。私はケンと同じくらい、いやそれ以上に遊撃士のことが知りたいと思ってて。だから剣術家として剣を学ぶんじゃなくて遊撃士として剣を学びたいっていうか。やっぱりうまく説明できませんね。いや、なんとなくじゃが、言わんとしてることはわかるぞ。技とか技術的なことに関してはもう全て教えたって。それを使いこなせるかどうかはあとは私次第だって。そういう意味でもおじいちゃんの元で剣を学ぶ必要はないって思ってるんです。と言っても自分がちゃんと前に進めているのか今も不安だらけなんですけど。ルグランジーさん？いや、お前さんがあまりに真剣に語るもんじゃから感心しておったのじゃよ。私にここまで語らせたのはルグランじいさんじゃないですか。いや、そうそう。それで肝心の手紙には一体何と書いてあったんじゃ。あ、はい。それがまたびっくりなんですけど、カシウスに会いに行けってそう書いてあったんですよ。カシウス？そりゃあのカシウスのことか。ええ、そうみたいです。なんでもその昔おじいちゃん王国軍の訓練に特別講師として招かれたことがあるとかで、その時にカシウスさんのことを指導したことがあるそうなんです。以来2人の間には師弟関係のようなものが築かれたらしくって、10年前剣を置いた時にもカシウスさんおじいちゃんのところにわざわざ挨拶に行ったそうなんです。10年前、ちょうどカシウスが軍を退役して遊撃士になった頃の話じゃな。
それで？それで最近おじいちゃん、カシウスさんが軍に復帰したのを風の便りで知ったらしくって。もしかしたらこの機会に再び剣を取る覚悟なのでは。うん。それでお前さんに直接そのあたりの真偽を確かめてくれと頼んで。ええ、そんな感じです。なるほど。しかし意外なところに意外な縁があるもんじゃの。本当に。そんなわけでルグランじいさん、ちょっとお願いがあるんですけど。休暇が欲しいんじゃな。そういう事情なら一向に構わんぞ。なんならカシウスとの面会も取り計らってやろう。本当ですか？うん。思う存分あやつの胸の内を問いただしてやりたい。ただし。ただし？今掲示板に出とる手配魔獣を全て残らず片付けてからじゃ。確かまだ5件はありましたよね。なに、この辺りの魔獣退治など今のお前さんには軽い仕事じゃろ。それにルーアンに貸し出したグラッツのやつもまだ帰ってきておらんのじゃ。やるべきことはしっかりやってもらわんとな。時間もバッチリだし、それじゃ早速行こうっと。ん？何か用かな？私遊撃士のアネラス・エルフィードって言います。カシウス准将にお会いしに来たんですけど。ああ、あんたか。話は聞いている。さ、ただちょっと待ってもらう必要はあるかな。約束の時間、何かあったんですか？いや、私も詳しくは知らないのだが、ま、順将はとにかく忙しいお方だから何かと押しているみたいだな。とりあえず連絡するからしばらく待っていてくれ。遊撃士のジョーちゃん、どうやらおいでのようだぞ。え、
お疲れ様です。ご苦労。あなたがアネラスさんですね。はい。ようこそレイストン要塞へ。順将がお待ちです。どうぞついてきてください。え、本当に？それじゃあカシウスさんに会えるんですね。ええ、お待たせして本当に申し訳。さあ。アネラス殿をお連れしました。うん、任務に戻ってくれていいぞ。は、失礼します。ふう、アネラス、遅くなってすまなかったな。いえ、全然構いません。それよりすみません、お忙しいところわざわざ時間遊撃時代の可愛い後輩のためだ。しかし久しぶりだな、アネ。うん、また一段と腕を上げたようだが。まあ、遠くで頑張っているエステルちゃんには負けてられませんから。これでも一応ライバルに認定してもらってますし。そうだったな。娘ともどもこれからの活躍を期待させてもらうぞ。時にユン先生は相変わらずご双剣のようだな。今日もそのことづけでここまでやってきたそうだが。はい、そのことなんですけど、カシウスさん、本当に私のおじいちゃんと知り合いなんですか？ああ、剣の道の師にあたる。もう20年以上前になるか。初めてお会いしたのは士官学校で剣を学んだ時だった。このレイストン要塞でこってり絞られたのを今でも思い出すぞ。なるほど。 でもどうしておじいちゃんを知ってるって教えてくれなかったんですか？私がおじいちゃんの孫って知っていらしたんですよね？ああ、まあな。だがお前と会った時はすでに剣を置いて久しい身だった。兄弟子面をして名乗り出るのもはばかられてな。ユン先生とも10年ぶりか。たまにお便りをいただいているが、お元気でいらっしゃるのか？あ、はい。それはもうピンピンしているみたいですけど。それでですね、実は今日ここに来たのはその10年前の話の続きをさせてもらうためなんです。ほう。カシウスさんが剣を置いたのをおじいちゃんは今も惜しんでいます。だから軍に復帰したと聞いて私の方に手紙を送ってきたんです。もしかしたらまた剣を取る覚悟が決まったんじゃないか。カシウスさんの気持ちを直接会って確かめてきてくれって。そういうことか。俺ごときの未熟な剣を今も気にかけてくださるとは全く光栄の至りだが、しかし俺は再び剣を手にするつもりはない。
それはどうしてなんですか。そうだな、何と言ったらいいか。私ずっと疑問に思っていたんです。剣聖とまで呼ばれたカシウスさんがどうして剣を置いたのか。カシウスさんの使う棒術を否定するわけじゃ決してないんですけど、でもやっぱりどうしても納得できないんです。どうして軍に戻ったのに剣は捨てたままでいるのかって。それって剣術より棒術の方が優れているとお考えだからですか。いや、そういうことでは決してない。今の俺の立場には剣より棒術の方が合っている。敵を斬るのではなく遠ざけることに重きを置いた守りの象徴としての棒術がな。そんな剣は何も斬るためだけの武器じゃありません。それに私にだって守りたいものはあります。剣士として、遊撃士として、何よりも私自身として。それはおじいちゃんが教えてくれた剣じゃ守れないっておっしゃるんですか。すみません押しかけておいて。こんな、でも私どうしても納得できなくって、今まで剣を振るうことに迷いなんて感じたことなかったのに。あの事件を通じて改めて自分の力不足を思い知ってしまって、このままじゃ私どんなに頑張っても一人前になれないんじゃないかって。なるほどな、これも女神の巡り合わせか。それにしても先生も相変わらずお人が悪い。え？アネラス、残念だが今の俺ではお前の問いに答えることはできん。だからそれは代わりの者に答えてもらおう。呼んでたみたいだけど。おっと、来たか。もう準備はいいのか。ええ、おかげさまで。しかしまたこの軍服に袖を通すことになろうとは。まったく順将も人が悪い。そう言うな。さすがにあの普段着姿では動きづらいだろう。こんな格好していて言うのもなんだが、私はもう大佐ではないのだよ、遊撃士のお嬢。リシャールさん。そういう君は確か聖遊撃士のアネラス君だったか。私のことご存知なんですか。これでも一応情報部の司令を名乗っていた男だからね。国内の遊撃士くらい全て把握しているさ。なるほど。でもどうしてここに。実はこのリシャールがお前の前に面会していた相手でな。え、実はこの度民間で調査会社を立ち上げさせてもらってね。仕事の都合上今後も何かと王国軍とは付き合うことになる。その挨拶をするために出向いたというわけなんだ。へえ、そうだったんですか。もしかしてさっき言っていた代わりのものって。ああそうだ、今からこのリシャールにお前と手合わせをしてもらう。
待ってください。そんな急に言われても。それにまさか相手があのリシャール大佐だなんて。さっきの問いの答え知りたくはないのか。剣に対する疑問は剣にしか答えられんだろう。勝ち負けにこだわらず全力でぶつかってみるがいい。わかりました。拙いながらもありったけの力でもって挑戦させていただきます。ふん。剣聖の源流に位置する達人に連なる剣とやらとくと拝見させてもらおうか。行くぞ。はい。やれやれ、私もまだまだ未熟か。よし、それまでだ。両者とも剣を収めろ。アネラス、このリシャールの剣
お前の目にはどう映った？あ、八を一刀流、五の型、残月。多少アレンジは加わってますけど、抜刀術を基本とした構えですね。いや、そういう表面的なことだけじゃなくて。うん、どうした？戦っていて気づいたんですけど、リシャールさんは私の呼吸に合わせて剣を振るうんです。そう、私が攻撃を仕掛けようとする瞬間のまさにその呼吸に、なんというか、リシャールさんの立ち筋は受けの姿勢に満ちていて、そんな姿勢が肩とぴったり合わさって、すごく自然で強い剣になるんです。ほう、うん。でもどうしてリシャールさんは受けにこだわるんだろう。もちろん何かを守るためだとは思うけど。アーネラス君。私が剣を振るう理由はただ一つ、それはこの国を守るためだと思っている。あ、誰であろうとそれぞれ守りたいものは必ずあるはずだ。それは家族や恋人のような具体的な存在かもしれないし、あるいは信念や理念のように形のないものかもしれない。そしてそれをどう守るかという思いもまた人それぞれだ。私の場合、その思いのあり方が君の指摘する受けの剣とぴったり合致したというところか。国家を窮地に追いやった大罪人がこんなことを言うのもおかしな話だが。それはリシャール、順将、どうか何もおっしゃらないでください。いかに陛下がお許しになろうと、私の罪は償いきれるものではありません。ですがあなたがそうであるように、私も国を守ることを捨てきれない。そのためにも私は軍を去る決意を固めたのですから。え、アネラス君、私は思いの前には立場さえ手段の一つに過ぎないと思っている。そしてそれは獲物に関しても同じことではないだろうか。あ、大切なのはそれにどんな思いを乗せるか。俺が剣を置き棒術を選んだのもその思いのあり方が変化したからに過ぎない。だからアネラス、私も私だけの思いを自分の剣に乗せればいい、そういうことですね。おっと、先回りされたか。さすがはユン先生の孫だな。こういうところはすばしこい。その分忘れるのも早いんですけど。でもカシウスさんの気持ちよ。そうか。それはよかった。すまんがユン先生にもよろしく伝えておいてくれるか。はい、任せてください。きっとおじいちゃんも分かってくれると思います。うん、そうだな。リシャール、構わんか？もちろんですとも。それに私はちゃんとあなたから剣の道を受け継いだ。それは彼女こそが持つにふさわしいでしょう。え？だそうだ。アネラス、受け取ってくれるか？これはかつての
俺の哀悼だ。剣の道を行く者が持っている方がいいと思ってな。ちょっと待ってください。こんなの受け取れません。これはそのリシャールさんにこそ。大切なのは表面に見える形だけではない。それは先ほど君も理解したはずだ。でもそれとこれとは話が違うような。アネラス君、何も深く考える必要はないよ。さっき君が言った通り、君は君だけの思いを乗せてその刀を振るえばいい。ただそれだけのことなのだから。私だけの思い。わかりました。ありがたく受け取らせていただきます。君の立ち筋には学ぶべきところが多くあった。機会があったらまた手合わせしたいものだな。はい、こちらこそ。ふん、精進を怠らんようにな。はい、不肖アネラス・エルフィード、全身全霊をかけてこれからも。そうか、それはいい経験じゃったな。はい、多分おじいちゃんこうなることが分かっててあんな手紙を書いたんだと思います。前に手紙を出した時、私ちょっと気弱なことを書いちゃっていました。なるほど、さすがはカシウスのお師匠じゃな。ところで早速で悪いが、休暇中に溜まっとった依頼を片付けてもらう。お前さんが出張っとる間に市長からの依頼なども来ていてな。きちょうどよかったではないか。早速獲物に左右されない稽古ができるというもんじゃろ。確かにそうですね。というわけでおじいちゃん、最初から分かっていたと思うけど、やっぱりカシウスさん剣の道に戻る気はないみたい。でも今度のおじいちゃんの手紙で改めて自分の剣を見直すことができました。今まで速さとか強さとかそんなことばかり気にしてたけど、大切なことは何のために自分は剣を取るのか、その思い、なんでいつもおじいちゃんに勝てないのか、やっとその理由が分かった気がします。出来の悪い弟子かもしれないけど、これからも精一杯頑張ります。アネラスより。
武勲なき者、我が扉をくぐるに値せず、認められたくば戦いを重ねよ。ここに記憶のかけらと祝福を与え、ノーザンブリア旧大公国における潮の杭による被害状況。並びに杭についての研究報告、アルテリア報告、風声症。母なる女神の身元にある意図尊敬すべき主婦、機密枢密内覧に限り本書の閲覧を許可す。ただし一部秘匿事項については文字を止まつせるものなり。杭出現の事件経過、七曜暦1178年7月1日、ゼムリア大陸北部、ノーザンブリア旧大公国、現在は自治州ハリアスク大聖堂より緊急の知らせあり。旧皇都ハリアスク近郊に雲をつくがごとき白き巨柱が出現との内容。報告者であるアレクセイ司教は痛く動揺の手、審問会の救命を受け隣国にて別の任務に当たっていた聖杯騎士2名、第8位法典使使と獣騎士1名に同地への派遣が言い渡される。聖杯騎士は当時運用が開始されたばかりであった特殊作戦艇メルカバ8号機を借り現地へ急行。同日午前6時22分各艇確認されたのが、現在潮の杭として知られている物体である。杭と名付けられてはいるが、発見当初の全高は数百アージを超え、大地からそそり立つ巨塔とでも言うべきようであった。当時の状況を聖杯騎士は以下のように報告している。皇都ハリアスク方面よりあられ混じりの猛烈な向かい風、やがてそれが氷でなく潮のかけらであることに気づく。物体の表面はすでに潮に覆われて見えず、周囲の大気は潮の微粉と化して沈降を続け、その様はあたかも桃源にしんしんと降る雪のごとし。煙火と呼ぶべきその現象の進行速度は凄まじく、被害は瞬く間に拡大し、聖杯騎士の到着した頃には旧皇都全域が潮と化し、逃げ遅れた市民多数、司教も含まれる
の犠牲が確認された。出現から一昼夜、旧江都北部に広がる広大な針葉樹林帯が結晶化して崩壊、橋梁が落ち、主要な街道のすべてが通行不能となる。当時の元首バルムント大公はこの時すでに隣国へ避難していた。出現から2日、国土の約半分が潮の海と化す。グレーブ川に遮られた南部地域へ住民の大多数が避難。出現から3日未明、ようやく煙火の進行が停止する。聖杯騎士旧江都ハリアスクの調査のため前進を開始。同日午後、聖杯騎士は潮の杭に到達するが、それは発見当初とは変わり果てた姿で見出された。中心地にて見つかった杭は全高わずか 2.5 アージュ余り。表面には何かにえぐられたような条痕が確認された。塩化現象の進行に伴って杭本体の質量が減少していったと推測される。中期終わり、血を塩溶かす圧倒的な力は失われたとはいえ、杭本体には未だ塩化の能力が残っており、たとえわずかでも直に接触さえ持てば、どんな対象をも瞬時のうちに塩の結晶へと変えてしまう脅威を秘めていた。そこで聖杯騎士は本山より届けられた聖具グレイプニルの力を用い、非接触にてこれを回収。以後今日に至るまで潮の杭は本山奥深く厳重に封印されることとなった。回収は無事に行われたが、
クイが当国にもたらした被害は甚大なものだった。近隣諸国への被害は皆無であったものの、結果的に5つあった行政区のうち旧高都を含む3つが壊滅。諸外国からの旅行者などを含め総人口の実に3分の1にも上る数の命が犠牲となった。突如として降りかかった厄災は人心にただならぬ不安と恐怖を与え、信仰上の観点からも必要教会による事後処理が急務とされた。そこで審問会は直ちに統治の救済として各種人員の派遣を決定し、現地における礼拝堂の建て直しと心身に負担を抱えた国民の手当に注力。合わせて身寄りを失い孤児となった子供らについては福音施設にて身を預かり、その将来に至るまでを見届けることとした。なお一面を潮溶かした北部の地域は事件以降教会の厳正なる管理下に置き、一般人の立ち入りを一切禁止している。しばしの後、当国の元首であったバルムント元大公は国政の立て直しを図るが、近接の事態にあって自らの身の身を案じた元首にもはや権威はなく、翌年には民衆による武装蜂起が起こり、ノーザンブリア大公国は崩壊。後に選挙によってその代表を選出する民主議会が発足し、以降大公国は自治州として生まれ変わることとなる。またその際旧軍部は自警団として再編することになるが、貧窮の自治州にあってその大半の者が早急なる外貨の調達を考え、北の傭兵と称される大規模な傭兵部隊が誕生することとなる。こうして事件は世俗的には結末を迎えたが、教義的な問題も含めいくつかの重大な謎が残された。そもそもクイはどこから現れたのか。数百アージュを超える巨大物体が都市の近郊に出現したにもかかわらず、出現の瞬間に関する情報は全く得られていない。空間転移に類する現象によって旧高都近郊に出現したと考えるのが有力であるが、あくまで類推の域を出ていない。さらに重大なのが、
杭の競技場の位置づけである。潮の杭は古代遺物とは一線を画する存在であり、より本源的な女神の創造の力の現れ。神門会答申。そう考えざるを得ないのが現状での我々の知識の限界である。杭を七四方の一つと対比する説もあるが、聖典あるいは伝承との類似は特に発見されていない。これらの難問にいつの日か回答すべく、風星小館内では現在も杭の研究が続けられており、その中からは杭を女神からの恩恵と捉え、むしろ教会の使命に用立てる方法すら考案されている。杭の破片を高圧水流で加工した聖具、現在最も実現性の高い計画である。塩の結晶で作られた筒を装着して用いることで、直接触れることなく杭を目標に投射できる。対象が人間であれば、数秒で全身が結晶化して死に至り、いかなる手段を講じてもその蘇生は不可能である。杭の正体が解明されていない現状では、軽々しく用いるべきでないことは確かであり、人道的な観点からも問題は指摘されているが、しかし確実に抹消すべき対象が存在する場合には、極めて有効な聖具であることをご記憶願いたい。研究は今後も継続して行われる予定である。本聖具に関する追記。年夏非公然活動に限り、本聖具の使用が開始される。年、月、抹殺に対し、神門会より使用の命下る。年、月、抹殺にて使用、棒眼より投射、結果は極めて良好。周辺への被害は皆無のまま。対象を完全に抹消することに成功した。中期抹消者に関しては塩の杭事件の被災孤児
以下略歴。七王歴1180年七王教会に入信。七王歴1185年風政省に入省、政務官に就任。七王歴1190年司教に少女。七王歴1195年下報と認定。破門。すでに道は開かれた。挑戦者たる証を携え、いざ。これはさて。では。しまいにしようか。はっ！はっ！
負けられないんだ。試合終了。もうしまいにしようか。そうやろ。
助けたわ。チャージ完了。やろ。もう僕。やろ。待ってくれ。これぞ勝利の美酒ってやつだ。それでは。すでに道は開かれた。挑戦者たる証を携え。では。皆様お待ちかね。これで2つ。これぞ勝利の美酒ってやつ。
試合終了。もうしまいにしようか。負けられないんだ。試合終了。さあ、レディーファイト。我が子やろう。もうこれ。そこに。
そこや。試合し こいつは見事だ。確かに綺麗ですが、普通こういう針葉樹は紅葉したりしませんよね。いや、針葉樹の中にも紅葉する種類はあったはずや。何やったかな、リースなら詳しいんやけど。なるほど、気にしすぎでしたか。いや、でも宿舎の敷地に生えていた木も、あちらは青々としていたな。ええ、どっちみち異常な場所なんは変わらへんってことですわ。気を引き締めていくとしましょう。Hey!
そう。そこや。やれやれ、手こずらせてくれる。日の輝きを持つ娘、その輝きを傍らで支えし少年と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。これが真の実力や。
もうしまいにしようか。この声は、ああ間違いないやろ。ほんの出来心だったんです。二度としませんから、どうか命ばかりはお助けを。はあ、なんか妙に縁があるな。まさに女神の導き。神父様、ヨシワ様、どうかお助けください。仕方ありませんね。ミステルンも寝覚め悪いし、一丁助けたるか。さんも結社の人間やろ。なんで毎回あんな目にあってんねん。しっけな。これには涙なくしては語れない。波乱万丈にして仰天動地の物語があってだね。というよりも率直な疑問なんですが、
どうして僕たちよりも先に。そや、俺たちよりも先に天維人に入ったってことか。城で君たちと別れた後、僕は市街で甲冑兵に囲まれたんだ。そして獅子粉塵の働きで迫り来る甲冑兵をなぎ倒すうちに、何か渦のようなものに巻き込まれてね。ふと気づいたら、絶景を望む建物の前に移動していたのさ。おお、なんという奇跡。女神はこのギルバート・スタインを物語の主人。キビンさん、それって。なあ、戦闘中にたまに発生する渦に巻き込まれたような。しかしそれで偶然第四水槽に飛ばされるとは。やれやれ、大した悪運ぶりだ。感動のあまり声も出ないといったところか。無理もないだろう。まあ別の意味で感動すら覚えるけどな。それでどうして宿舎から離れてこんな場所に。やっぱ探索でもしてたんか。そういえばさっき、もう二度としませんとか、ほんの出来心とか言ってましたけど、あれ。何のことだい。違うんだ。これはその、ただ気が抜けただけで。そして空腹のあまり、さっきの獣人どもから食料でも盗もうとしたんか。ギクギク。やれやれ、危なっかしいことをする。ギルバート、そのよかったら。せやな、あそこやったら水とか食料も確保できるし。哀れみの目で僕を見るな。あいにくだが食料ならさっきの奴らから盗んだばかりだ。それも1ヶ月くらいは余裕で暮らせるほどの量をね。この食料は全部僕一人のものだ。貴様らなどに一かけらたりとも分けてやるものか。それではさらばだ。話を聞かない兄さんやな。そもそもこんな場所に1ヶ月もおるつもりなんか。まあ今は放っておきましょう。そのうち音を上げて頼ってきそうな気がしますし。その時はせいぜい生温かく迎えてやるとしようか。
そこや。はっ。我が剣に砕けるものなし。今度は姉さんかいな。やっぱギルドの訓練場だけあって、なんとか倒して封印石を回収しましょう。そうすれば本物のシェラさんを解放できるはずです。ああ、もうHey!
やれやれ、手こずらせてくれる。よし、これでシェラさんを解放できますね。ああ、間違いないやろ。よし、早速拠点に戻るとするか。シェラさんじゃない。おお、うん、髪を切ったのか。ええ、一月くらい前にバッサリやったみたいです。それと合わせて仕事着も新調したみたいで。おかしいわね。この私がこの程度の酒で目を回しちゃうなんて。いや、何のこれ好き。さあアイナ、今夜こそどちらが上か。シェラさん、どうも。おひさ、ヨシュア、一体いつ戻って。エステルはどこにいるの？というか、あんた少したくましくなったみたいじゃない。どうも。この僕も忘れては困るね。シェラ君の忠実な下僕にして、永遠なる恋泥棒のことを。あ、オリベエ？っていうか、見覚えがある顔がこんなに。しかもなんだか辺りが妙なことに。ああ、もう一体何なのよ。先輩先輩、どうか落ち着いてください。驚かれるのも無理はないです。ま、これが普通の反応だよね。うん、話は大体分かったわ。しかしまあ、普通だったらとても信じられる話じゃないわね。ま
ただ酔いつぶれて見てる夢とかルシオラ姉さんの現実とかの方が説得力があるんだけど。そうおっしゃるも無理。おお、なんという悲劇。シェラ君がこの僕を見て本物だと信じてくれないとは。はいはい、普通だったらって言ったでしょ。第一、こんな馬鹿げた現実誰が仕掛けたりするもんですか。それに夢にしてはあまりにも整合性が取れすぎているしね。違いない。信じてもらえて何よりです。早速協力してもらってもいいですかね。ええ、もちろんよ。聞いた感じだとエステルも取り込まれているみたいだしね。遊撃士として姉貴分として喜んで一肌脱がせてもらうわ。シェラさん。さすがシェラ君、相変わらずの切符の良さだ。おおきに、助かりますわ。状況についてはだいたい説明した通りです。今はその第四清掃を探索してる真っ最中ですわ。ルロックルの訓練場か。私も何年か前に訓練生として使った場所だわ。その意味ではあそこで訓練したことのある人間が放り込まれたのかもしれないわね。なるほど。エステルちゃんは当然としてクルツ先輩にグラッツ先輩、カルナ先輩も候補に入りそうですね。どうかしらね。あの3人はどちらかというと教官として行ったみたいだし、確か3人とも純粋な訓練生として使ったことはなかったんじゃないかしら。そうだったんですか。あのシェラさん、アガトさんってその訓練場を使ったことは。うん、確かあったはずよ。カシウス先生にまんまと乗せられてひどい目に遭ったとか言ってたから。4年くらい前じゃないかしら。姉ちゃんもアガトさんも捕まっているかもしれないなんて。リーダー、大丈夫、きっと大丈夫ですよ。いずれにせよ3つあるという修練場も残るは1つだけということですね。ああ、誰が囚われているかなど挑んでみればすぐにわかるだろう。うん、準備ができたら早速出発するとしますか。ほら、シャキッとしなさい。
汝、銀髪の華麗なる踊り子、我が元に引き連れよ。ここに記憶のかけらと祝福を与える。シェラザード、シェラザード。あら、ここどこ？大丈夫？少し飲みすぎなんじゃない？懐かしい夢を見たわ。あの頃は私も若かったわよね。久しぶりにいい感じに酔ったみたいね。でもあんまり年寄り臭いことを言うものじゃないわ。先生だよ、シェラザードくん。僕はね。あら、オリビエさん、もう起きちゃったの？寝覚めに一杯どうぞ。やめて。あんた、何鬼なことしてんのよ。フォークナー、オリビエにもう一本つけてやって。あら。あいつまたとんずらしたのね。仕方ない。なんかきっついやつはないかなと。お、ブランデー発見。ダメよシェラザード、寝覚めなんだから軽い果実酒ぐらいにしておかないと。じゃ、両方ね。はあ、やめて、死んじゃう。ところでさ、アイナ、
あの後何杯飲んだのよ。あの後？ほら、二人で初めて飲んだ時。シェラザードったら、注ぐ場所を間違ってるわよ。あれれ？あ、本当だ。広いと配達も楽じゃないわね。次はゲエルベリ宮？あんなとこまで行くの？あ、これだから都会は嫌なのよ。やあ、さっきの遊撃士さんじゃないか。おかげで助かったよ。ずいぶん力持ちなんだね。どうだい、うちに来ねえか。姉ちゃんなら歓迎するぜ。悪いけど興味ないわ。こっちは急いでんのよ。じゃあね。あの、建物内に人、通信機はあるのね。少しお借りしようかしら。うん、疲れた。なんで私がこんな雑用。あら、お客さん。ええ、ギルドにお仕事を頼みたいのだけれど。シェラザード・ハーベイ、ブレイサーよ。まだ準遊撃士だけど、腕は信じてもらって構わないわ。まあ、遊撃士の方だった。ごめんなさい、とっても若い方だったから。私はアイナというものです。ああ、挨拶はいいから、早く依頼内容を教えてちょうだい。今ここには遊撃士が2人しかいないのよ。忙しいんだから手短にお願いするわ。あら、そうだったの。ごめんなさい、私ったらつい。だから手短にお願い。ああ、そうだったわね。実はね、私オートに来るのは初だから、オート見物の案内をしてくれる人を探していて。オートって広いじゃない？迷子になってしまいそう。
でも遊撃士の人ならきっと道にも詳しいはずだと思って。ああ、そういうのやめてほしいんだけど。え？あなた何か勘違いしてるでしょう。ボランティアでもなければ都合のいいお友達でもないの。こっちもいろいろ忙しいんだから、くだらない依頼は出さないで。あの私はそういうつもりじゃなくて。見物がしたいなら一人で勝手に回りなさいよ。世間知らずのお嬢様は。あたしはね、大きな仕事をこなして声優劇師の推薦状を書いてもらわないといけないのよ。次来るときはもうちょっとマシな依頼を持ってきてよね。仕方がないわね。あのお忙しいところを。おや、ご依頼の方ですか？申し訳ない、受付は私が兼任しているのですが。あ、いえ。先輩、その人は相手にしなくていいですよ。遊撃士をミラで雇える便利な連中と勘違いしてるのよ。ごめんなさい、失礼しますね。うん、少々お待ちいただけますか。シェラザード君。え、何ですか先輩。彼女の依頼を受けてあげなさい。困っている人を助けるのも遊撃士の仕事だよ。忙しいんですよ。オート見物なんて付き合ってる暇なんて。他の依頼は当分受けなくてもいい、私が処理しておこう。そんな先輩は受付も兼任だし。君は準遊撃士だろ、今はまだ先輩から学ぶ立場にある。行ってきなさい。この依頼が済んだら推薦状を書いてあげよう。え、声優劇師の推薦って。でもこんな簡単な仕事で。どんな仕事でも手は抜かない、それが君の信念だろ。はい。それではよろしく頼む。あの、ありがとうございました。いや、二人とも気をつけて。はい、お世話になりました。まあ、今の彼女にはいい勉強になるだろう。聞いてるだけでイライラしてくるわ。で、どこに行きたいの？そうね、念のためエーデル百貨店で買い物をしておこうかしら。念のため？エーデル百貨店は東街区よ。間違えないでね。間違えないわよ。
ザードさん、東街区だからこの道からでも行けるのよ。遠回りにな。しょっぱな百貨店で買い物とはね。さすが金持ちと言うべきか。で、何が買いたいわけ？そうね、やっぱり回復薬は一通り補充しておこうかしら。はあ？私、久しぶりに食べたくなっちゃったな。さ、行きましょう。ちょ、してんのよ。どうしたの、シェラザードさん。なんだか怖い顔。あなた、何か私に隠してるでしょう。さっきから嘘。白状しなさいよ。それとも何か後ろめたいことなわけ？実はホテルに忘れ物をしてしまったみたいなの。シラを切り通そうってわけ。一度ホテルに取りに行ってもいいかしら。いいわよ、付き合ってあげるわ。あんたがボロを出すまでね。ありがとう、シェラザードさん。南通りを使いましょう。了解よ。ギルドの角から大通りを上がるわけね。ええ、そうよ。
ってここのことでしょ？そうなんだけど、さすがにグランセル城は警戒が厳しいわね。最適な侵入経路はこの先はグランセル城よ。どうする？見学しとく？あ、そう、そろそろボロを出すわね。聞かせてもらおうかしら、私を散々引っ張り回した理由をね。ちゃ、やってらんねえな。俺は少し外の空気を吸ってくるぜ。嫌がった！何？おとなしくしやがれ！こいつ、戦闘の訓練を受けてる。まだ気づかれてないみたいね。でも、このままだと時間の問題。ちょっとあんた、いい加減説明しなさいよ。この黒服の男は何なの？軍に警戒されてもまずいし。聞いてるの？しー、静かに。やはり宿泊客名簿にはないようだな。ちぃ、箱入りのお嬢様ならてっきりホテルにご宿泊だと思ったんだがな。仕方がない。町の中を探す。見つけたぞ！こいつだ！捕まえろ！ああ、大声出しちゃダメ！おい、聞こえたか？ああ、あっちの方向だ。あ、いたぞ。あれがターゲットだ。なになに？ちょっと、なにこれ？こら依頼人、いい加減説明しろ。あの、とにかく逃げて。ああ、それじゃあ、そろそろ話してもらおうかしら。あの黒い連中は何？どうして追われてるの？あなたの目的は何？またごまかしたらブツわよ。この無知で。それは痛そうね。実はね、私を捕まえようとしているみたいなの。
それは見ればわかる。私が聞きたいのはあなたの事情よ。どうして追われることになったのか、きちんと話しなさい。そうね。一緒に住んでいた祖父が他界してしまったの。おじいさんが？ええ、祖父は資産家だったから私にも遺産を残してくれると言っていたんだけど、遺言状にはすべて孫のアイナに譲ると書かれてあったの。それで、その資産家の遺産、ああ、まあ大体の予想はつくわね。親族だの親戚だのがたかって遺産の分け前をよこせってことでしょ。おじさんはとっても優しい人なんだけど、でも二十歳になるまで面倒を見てあげるからって。だから遺産の管理は任せておきなさい。ちょっと目が怖かったから断っちゃったわ。と、隠れて。最近ではあの黒い人たちが雇われているみたい。私が正式に相続しなければ遺言状は無効になるから。多分それで捕まえようとしているのだと思う。あの戦闘能力、ただのチンピラじゃないわ。あんな危険な連中が昼間から王都をうろついてるなんて。軍は一体何をしてるのよ。親戚の中に軍部に通じている人がいるらしいの。私の家、名家だから。あー、頭痛くなってきた。あんな連中を雇って遺産の奪い合いとは。いかにも金持ちらしい悩みね。別にあなたが謝ることじゃないけど。まずいことになったわね。正直もう一度やっても勝てる自信。なんとか連中に見つからないようにギルドに避難しないと。そういえば、鳩に餌をやるのを忘れていたな。鳩に餌？連中の隠語、もしくは合言葉かしら。だとすると、しまっ！おっと、こっちは行き止まりだぜ。手こずらせやがって。逃げ足だ。捕らえろ！なかなかやるじゃねえか。さすがにきついわね。大丈夫？おい、いつまで遊んでんだ。せっ！おっと、危ねえ危ねえ。中に
何か手は？近くに地下水路の入り口がある。そこを使えば西街区に抜けられるはずよ。それで行きましょう。目をつむっててね。ちょっとわ。おいお前、何を。スリー。ちょっと発煙筒。目が。何これ、マスタード？待ちなさいよ。逃がす。なんでそんなもの持ってんのよ。いや、それ以前に大の男を殴り飛ばすか。鍵がかかってるわ。どいて。くそ、鍵をかけやがった。どけ。俺がやる。もう一個使う？胡椒味もあるけど。胡椒味？それ自作か？ベースは白煙なんだけど、いくつかオリジナルブレンドを考えてみたの。こっちのは笑い竹の粉末が入ってるのよ。本当に効くのかしら。やめなさいって。煙が逆流したらどうすんのよ。チェ、誰か斧を持ってこい。こしあのは、これで少しは時間が稼げそうね。あのね、そういう危険物を気安く使わないの。いや、っていうか作るなよ。あんたお嬢様なんでしょ。でも役に立ったでしょ。まずどこで覚えたのよ。おじいさまは蔵書家でね、家にもおじいさま専用の役に立つ本をたくさん残してくれたのよ。シェラザードさん、小説とか読む？有名なスパイ小説でね、主人公が発煙筒を作るシーンがあるんだけど、お話で読んだか。のためにはっきり言っとくけど、さっきのはまぐれよ。何度も通用する手じゃない。本で
読みかじっただけの生半可な知恵や力を振り回すものじゃないわ。今後はこんな軽はずみな行動は取らないでちょうだい。分かった。うん、じゃさっさと行くわよ。そういえばあの頃も、こんな場所ばかり逃げ回ってたっけ。感覚が戻ってきたか。何か悪いことを言っちゃったかしら。行きましょう。あの連中ならこの程度の扉すぐにこじ開けてしまうわ。ここも魔獣が出るはずよ。私から離れないように。ちょっと黙ってて。もうすごいわね。ま、金庫破りと似たようなものね。あのさ、あまりこういうのに憧れない方がいい。知らず、こんな技術。
知らない方が幸せなんだから。その町は腐ったドブの匂いがした。スラムの中でも忌み嫌われる場所。流れ着くものは山からあぶれたか、町から締め出されたか、あるいはゴミとして捨てられた子供。吐き溜めが何十年も積もった町で、私は生きるためなら何でもやった。目に留まるものは全てかも。幼い頃から手当たり次第にする癖がついた。それでも食べていくには少し足りない。ここには私のようなものから金銭を巻き上げて生計を立てている男たちがいるからだ。一番確実なのは空き巣、そして金庫破り。スラムから川一つ隔てた高級住宅街は地下水路から侵入できる。空腹を感じては忍び込み、物心つく前に覚えた技を振るった。コツは金庫の中身を洗いざらい持ち出さないこと。持ち主が気づかない程度の少額を何度も何度も抜く。針金一本で10日は暮らせるミラが入った。味を占めては毎日通う。柄にもなく蓄えなどをする。それは結局スラムの男たちに巻き上げられ、私は血を吐くまで蹴られることになる。誰もが生きていくために。そう言って必死なふりをして、誰もが一番楽な生き方を選んでいる。この無気力な街には汚い人間が湧く。私もそんな連中の一人だったのだ。何度もやめようと思った。やめたいと願っていた。私はこんな生活を続ける自分が嫌いで、それをやめられない自分が嫌いだった。私はあんな生活に戻りたくなくて遊撃士になった。私はどうしようもなく怖かったのだ。自分をあの町から救ってくれた一座が亡くなって、私をまともにしてくれた人たちが消えてしまって、またあの生活に戻ってしまうんじゃないか。私は所詮スラム出身者だから、どんなに取り繕っても、どれだけ馴染んだふりをしても、私はいつかきっとあの町に戻ってしまう。だから強く生きなければいけない。職なんて何でもいい。一心に打ち込んで真っ当な生活が送れれば。
すことなく、醜い自分に屈することなく。一人でも強く生きていかなければ、強く強く、誰よりも強く。でも私はしっかりやっているのかな。ルシオラ姉さん、シェラザードさん、どうしたの？寂しい顔。何でもないわよ。この依頼さえ終われば声優劇師の推薦状が揃う。私も声優劇師に、もう誰にも文句は言わせない。私は強く生きる。行くわよ。あ、待って、シェラ。この依頼さえ終われば。鍵がかかってる。分かってるわよ。あんたは黙ってろ。気が散る。あ、ようやく地上ね。もう夕方か。思ったより時間が。急がないと。ええ、シェラザードさん大丈夫？は？だって少し疲れたんじゃない？休憩しましょうか。こう見えても相当鍛えてあるんだから、遊撃士の体力をなめないでよね。そうねっていうか、こいつ私にぴったりついてきてるけど平気なわけ？そういえばあれだけ逃げ回っても息一つ切れてなかったし、いや途中なんて私を追い抜いていたような。ん？う、余裕かよ。やっぱり休憩にしましょうか。私お菓子持ってるのよ。いえ結構。今はギルドに避難することが先決よ。トラブルはあったけど、依頼内容は王都の案内。ギルドまで戻れば依頼は完了。ほらぼやっとし、少し休んだ方がいいと思うんだけど。本当に大丈夫？しつこいわね。ちくしょう。あれは徹夜で絞ったんだぞ、クソダルキア。ノティシアのやつもなんだよ、チキシャ。情熱だほどホットに捕まえなさいだと。んなことは分かってんだよ。何かしら。意味不明ね。もしかすると何かの隠語なのかも。まさかあれも黒服連中の一味。そうなの。クソったれ。確証はないけど、あの目つきを見なさい。どう見ても仇じゃないわ。なるほど。ここまで来て捕まるわけにはいかない。慎重にどこか別のルートを。気当たったはず。こっちをついて。
君に売らん。誰も苦労しねえんだっつ。お前らは下を回れ。俺はう、よし。またレイモンドに頼るか。あいつ確か利休詰めになったんだったな。くそ、遠いじゃねえか。イライラする。先にニコチン補充しねえと。行かなきゃなんない。仕方がないわ。今夜はここで休みましょう。あの程度なら突破できるわよ。隙を見て走れば。ううん、無理しちゃダメ。もっともらしいことを。いかん流されるな。ここはいつ踏み込まれるかわからないのよ。やはり無理を押してでもギルドに避難しましょう。あ、こら、勝手に動くな。休むなら2階よね。万が一踏み込まれても逃げやすいわ。この辺りにしようかしら。ちょっと待ちなさいよ。今あんたのための話をしてんだから。あの黒服の人たちね、真夜中でもきちんと見回りするだから、隙を伺っていても。せっかくここまで来たんだし、今夜はゆっくり休んで。何を頑張るの？え？あなたまだ何か隠してるでしょ。王とは初めてとか言ってたわね。その割に詳しいじゃない。黒服の動きにも随分と精通してるようだし、本当の目的は何？あの黒服から逃げたいわけじゃなさそうよね。わざわざ王都見物がしたいなんて依頼を出して、一体何を企んでいるのかしら。依頼は信用が第一。事情を話さないやつの依頼は受けられないわ。本当は遺産の話とか嘘なんじゃないの？逃げ回っていた時から。いえ、ギルドに来た時から何かおかしいと思っていたけど。言えよ。あの遺産相続の話は本当よ。私はグランセル城に行く。私が遺産の相続人であるのは本当です。でも正式な手続きがまだ済んでいないの。相続するにはグランセル城の行政区画で書類を提出しないといけないんだけど、あの辺りは黒服の人たちがたくさんいて、手続きの方法は私の親族もみんな知ってるから、私を近づけないように。でも少しずつでも。まあいいわ、それは信じるとして、どうして今まで私に黙ってたの？それは。私に全てを話したら、きっと私も遺産に目がくらむ。正式な手続きを行う前ならいくらでもチャンスはあるものね。隙を見て私が遺産を横取りしてしまうと思った？私が
そんなろくでなしに見えた？違います。私はおじいさまが死んでしまってから、でも遺言状が公開されてたくさんの人が詰めかけてきた。あなたが言ったように遺産に目がくらんだ人。その人たちが私とおじいさまの家に住むようになって、誰かに階段から突き落とされたりとか、食事から変な薬の味がしたりとか、そのいろいろあって、法律上は親族だし、私はまだ未成年だし、初めは話し合いなんかもしたけど、もう家を出るしかなかった。誰にも見つからないように街道を歩いて地方のあたりをあちこち回っていたのだけど、このままだと私は行方不明のまま死亡扱い。たとえ私が家に戻っても、どこかに監禁されたまま行方不明と申告されてしまう。そして遺言状は無効になり、遺産は親族で山分け。そんなの悔しかったから、だから私は王都に帰ってきた。私は必ず正式な形で遺産を相続します。そのために信頼できる人に護衛を頼んだの。あなたのこと信用してないわけじゃないわ。ただ王都見物がしたいというのは嘘です。どうして初めからそう言わなかったのよ。事情を知ってればこっちだって正式に護衛したし。ギルドの中に隠れていれば一番安全だったのに。ああ、やっぱり私はあの日見てしまったから、あの日集まったあの人たちの遺言状が読み上げられた時、それは狂気だったり言葉で形容できないもの。それはすぐに取り繕われて見えなくなってしまうけれど、くぐもったような眼光は、それはきっと人が本来持っているものだから。誰でもきっとどこまでも、そんな人間が私は怖かった。遊撃士の人を信用していなかったわけじゃないの。ただ怖かった。ごめんなさい、やっぱりくだらないわよね。シェラザードさん、お忙しいのにこんなことに巻き込んじゃって。この依頼はもう、私はどんな仕事でも手を抜かない主義なのよ。見くびらないで。
謝らなければいけないのは強く胸を張っていきたい。その気持ちは間違っていなかったし、今までも一生懸命やってきたつもりだけど、それでもどこか違ったようだ。私は改めて感じている。強だからこの仕事は最後までやり遂げたいと思う。で、グランセル城のどこだっけ？行政区画よ。期限は今日の正午まで。正午？もう時間ないじゃん。そういうことは早く言えよ。非相続人の死後一月以内、リベールの法律ではそうなってるらしいのよ。ああ、そうなんだ。私法律とか苦手なのよね。クルツ先輩とか。そうね。行くわよ。寄り道してる暇はなさそうだし。はいな。分かってるわね。さっき打ち合わせたあんな連中、絶対突破してやる。シェラザードさん、あなたに依頼して本当に良かったわ。あなたは自分の足でしっかりと生きている人だから。そんなんじゃないわよ。それとシェラザードさんって呼ぶの、あんたが発音すると妙に長ったらしいから。ええ、ひどく時間を無駄にしてる気がするのよ。じゃあシェラザード、改めて依頼します。私をグランセル城まで護衛してください。引き受けましょう。あんたを連れてってあげるわ。よろしくお願いします。来やがったか。今日が最終日だからな。おいおい、猫。いや、ちょっとまだ中に隠れてるのかもし。おい、わかってるさ。あ、こい。おせん。ようやく現れたようだな。おい、何を手こずっている。クライアントがお待ちだ。てめえら、なめた真似してただで済むと思うなよ。まずお前は殺す。そっちのお嬢さんはもう少し生きていてもらう。
やはりご自分で遺言状を書いていただいた方が偽造する手間が省けるの。そう簡単に。口先も達者なようだな。アイナ、まだ走れるまで。こいつらは私がまとめて相手してあげる。行きなさい。そんなのダメよ。こんなに大勢相手じゃ。命乞いは終わったが。あんたにはやることがある。お互いやるべきことを。大丈夫。死にはしないわ。何を。はっ。やろ。行け。あと行け。手こずっているようだな、シェラザード君。なんだてめえ。どうしてここに。やれやれ、私はオート支部の所属だよ。至極当然のことと思うが。そりゃそうですけど。シェラザード君、やるべきことが見えてきたようだね。しかし自らの命を軽視するような行為は感心しないよ。は、遊撃士として間違った判断ではないが、もう少し周囲を顧みてほしいところだ。君は他人の手助けを極端に嫌う傾向があるが、私がいるこの状況で今君がすべきことは何かな。ここお願いします。承知。覚悟。来たれ雷神、空と海の狭間より。行くわよ。はい、半分はこの男を片付けろ。残りはつまんな、クルス。少し。いえ、こちらもあらかた片付きましたから。やれやれ、相変わらず仕事が早いな。にしてもあの強情娘がついに折れたか。サイス支部にいた頃はまだまだ勢いだけの跳ね返りだったのによ。かのただ少し大切なものを見失っていただけのこと。きっかけさえあれば気づくことができる。そして強くもなれるのでしょう。いいね、若いってのは。何をのんきに。攻めろ。おっせえな、あいつら。何やってやがる。まあまあ、そう焦らなくてもいい。本来わざわざ捕らえるまでもないのだよ。このまま正午の鐘が鳴ってくれさえす。しかもしこのまま遺言状が無効になれば、遺産は山分けですぜ。俺たちの取り分も減る。それは勘弁でさ。手はいくらでもある。相手は小娘一人だ。どうして。おや、アイナ、こんなところまで来てしまったのか。外は危ないと言っているのに。一人歩きは。おいおっさん、アイナは一人じゃないわよ。じゃあまだね。惜しい。君、射撃は。シェラザード。何。もういいわ、時間がないから。さあ、みんなが待っているよ。お仕置きが必要みたいね。
Thank you.